皆さんこんにちは。今回もスプラックスの、プレイングサッカーシャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度きりのチームを作るやるたびに、完全に新しいチームが出来上がる。そういうモードになってます。メッシ。もう説明するまでもないですね。で、モハメド・サラーと、リバプール、エジプトの英雄ですね。で、川又がいますね。で、ナイジェリアの選手、スイスの選手、ポルトガルのペペがいますね。元レアル・マドリード、に所属してます。メッシとはね、ライバル関係ですね。で、ガリー・メデルと。なるほど。まあ、ペペね、インターセプト能力とプレッシング能力と、ディフェンダーに、最重要な2つの能力が非常に優れてるというね、本当にワールドクラスの選手ですね。もう全盛期は過ぎましたね。で、オーストラリアのセンターバック、ナイジェリアのセンターバック、アルジェリアのセンターバックと。なるほど。で、キーパー、東口が入ってますね。で、控えがジラス、酒井高徳、原口元気、香川真司。なるほどね。さあ、これはどうしようか。まあ、酒井高徳入れて、原口入れて、香川入れると。で、川端の代わりにジラスと。もうこれででもできちゃいますね。まあ、ジラススピードあるんですけど、まあ、これでもいいですかね。もう、あまりね、文句の出ないような。まあ、ここがちょっとね、あれですけど、ペペがいるんで、ディフェンス十分と。で、メッシの生かし方難しいですね、これ。どうしますかね。まあ、左で、そうですね、本当はね、ウィングよりも真ん中で使った方が、カットインさせた方が能力ね、発揮されるんですけど、まあ、ちょっと、こっちでいってみます。で、香川ね、シャドーストライカーですね。これで、まあ、なんもね、で、相手オランダですね。強豪国。これは香川が、リンクします。で、メッシと。そうですね、これでね、今、単独で突破しに行ったんですけど、ボール取られちゃいますね。やっぱりウィングでメッシが最大限に力を発揮できるポジションでもないのかなっていうね、そういう印象になりますね。で、ガリーメデルと。ペペ経由して、左モハメド・サラーですね。サラー、ワイナルドゥムとマッチアップですか。強烈なシュートですけど、弾かれると。メッシがいます。これはもう、シュートで。そうですね。ここまたメッシですね。メッシこの位置にいるならね、もう一人で勝負して、角度ないところからでも打っちゃえっていうことになってきますね。原口がプレス。ガリー・メデルが行きます。で、ここで、まあ、ボール触れますね。で、原口が行くと。メッシが奪いました。で、香川に渡して、ガリー・メデル折り返し、シュートはブロック。モハメド・サラーのシュートブロック。サラーの強烈なヘディングですね。ちょっとね、今押し込みすぎてますね。まあ、悪くないですけどね、これもう完全に、相手ブロッキングモードに入ってるんで、いや、苦しい。いや、強いですね。いや、ワイナルドゥムちょっと脅威ですね。ガリー・メデルから、モハメド・サラーと。で、1対1で勝負して、シュートはファンダイク。いやー、ファンダイクは強いですね。これも。やっぱりオランダは強豪ですね。デパイがボール持ちましたね。これ、振り切られちゃいますね。やばい。ペペが行きます。非常にスピードある選手なんで。原口のドリブルですね。これもうサラーが下がってきてますね。いやー、それは厳しい。待って。原口が行きます。ガリー・メデルと。モハメド・サラーの単独突破は、キーパー、相手に阻まれると。流れちゃいましたね。ちょっとあまり良くない内容ですね。まあ、サラー単独で、やっぱりね、オランダはディフェンス陣がだいぶ強いですね。で、まあ、ここもいい働きしてるはしてるんですけどね、原口もガリー・メデルも効いてるという感じなんですけど、ちょっと1対1でね、負けてますね、今のところ。メッシも、ドリブルね、取られちゃいますからね。まあ、もうちょっとこれで、後半になったらね、状況変わってくるかもしれないですね。ガリー・メデルいきます。で、ペペが奪って、香川から、メッシと、ここですね。いや、ちょっと体ぶつけられるとね、分が悪いですね。ガリー・メデルと。で、香川から、メッシですね。これも、うわー、今入ってもね、いいですけど。絞る触る回数少ないですかね。はい、もう、単独で。はい、そうですね。これがありますね、メッシュは。あとはさらに1点取ってもらってっていう感じですか。はい、ジラスからサラーと。で、これカットインで。はい、勝負。いけるか。はい、いきましたね。両ウィングが1点ずつ取ってね、はい、安泰ですね。あとはもう、サイド絡めつつ、2列目の飛び出し、あるいはフォワードが攻めれば、はい、サラの、カウンターと。これ、カがどこに行くんだろう。はい、ちょっとね、マイナスすぎますね、今のは。サラの崩しがちょっと難しいですね。はい、ジラスは流れた。はい、サガイごとくと。で、ガリーメデル、ジラス、デパイに渡っちゃまずい。はい。香川俊の、で、ジラス使って、シュート1点ですね。はい、今ね、香川、サラ、ジラスと、いい三角形ですね。ジラスのね、1対1、まあ、無事競り勝ってましたね。はい、奪って、メッシですね。あ、うまい。はい、ここね、鋭いですね、非常に。今のスピードでね、かわすのは、もうメッシしかできないですね。スピードというよりね、細かいフットワークですって、強烈な切り返しを持っているという感じで。はい、デパイ、ガリーメデル。いやー、これ怖い。ここですね、やっぱり。はい、ペーペが行きます。もうこれペーペ行った方がいいな。はい、奪いましたね。今ね、ペーペ戻っちゃうと間に合わない可能性ありますね。はい、メッシが行きます。いや、これはもう、はい、わー、正面か。うん、はい、メッシもうちょっと見たいですけど、はい、いいですね。今、サイド突破ね、効いてますね。狭いところですけど、非常にね、軽やかなフットワークで、はい、5-0 ということで、前半でちょっと厳しかったですけど、後半5点取ってね、なんとか盛り返しましたね。オランダね、まあ、強豪国ですね。やっぱり2014年ワールドカップ3位ということで、センターバックもね、ミッドフィルダーも、ちゃんとプレッシング能力あって、カウントもやってくると。ワイナルドゥムなんかね、攻撃面では脅威ですね。で、前半ね、ちょっとメッシもサラも1対1で負けてボール取られてるのがね、はい、まあ象徴的でしたね。もう完全にこっちね、メッシとサラで、再度孤立させて、1対1でね、競り勝って、焦り勝つというかね、デュエルに勝って、攻撃組み立てるって、そういうね、ゲームプランでしたけど、前半、オランダのディフェンス陣にうまく抑えられた感じですね。まあ、ただ後半になってね、メッシが、まあ、オランダもね、ちょっと前がかりになってきて、スペース空いてきてね、メッシのドリブル、サラのドリブル、両方ともね、炸裂して、まあ、最後は、大差で勝てましたね。はい。前半と後半で、だいぶ、内容変わりましたね。スタミナで、ステータスね、下がってくるみたいなんで、そこの影響も大きいですね。後半スペース空いてましたね。まあ、あと、まあ、ゲームの流れっていうのもね、ありますね。まあ、あとこっちのね、選手同士の感覚ですね。メッシ、しかりさらしかりね、まあ、やられると、そのね、前ですね、ディフェンダーとの前の関係、相手がどの程度足が伸びてくるか、どこで、突っ込んでくるか、カバーリングはどうかっていうね、そういうことをゲームを通してだんだんね、90分あるんで、お互いに学習し合ってね、その駆け引きがありますね。で、後半は、もうね、メッシとサラが相手の、ディフェンスを見切ったようなね、内容で、はい。デュエルで勝負して勝てましたね。で、ジラスとカガーも良かったですね。カガーやっぱりね、効いてきますね。こういう使い方すると。はい。ウィングで使うとね、パッとしないですけど、オフェンシブミッドフィルダーかストライカーですね。ここは本当に的確ポジションだと思いますね。はい。ボール触らされるとね、本当にうまいんで、まあ、その良さがありますね。で、ジラスも、オランダセンターバックにね、負けず劣らずで、得点ゲットできてましたね。はい。まあ、あとはミッドフィルダー、原口元気ですね。この働き大きいですね。まあ、プレッシングのね、要でもありますし、カウンターに転じた時もね、はい、こっちサラいるんでね、原口が奪ってサラに出すっていうね、カウンターの、効果的な形ですね、演出できてましたね。ただまあ、一つね、不運なのはデパイですね。デパイ、オランダの中で非常にスピードある選手でね、特に今回、斜めに横切る、ドリブル許してました。2回ぐらいあったかもしれませんね。それ、まあ、止めきるの、至難の技ですね。はい、原口、そのマッチアップの不運があって、ちょっとね、ディフェンス面で手を焼いたっていう感じですかね。はい。まあ、あとは全体的に申し分なくね、まあ、特にディフェンスの方ね、はい、得点も許さずで、なんとか勝つことができました。まあ、フォーメーションとしてはね、3-3 ブロックで、まあ、再度孤立させて勝負させるっていうね、内容で、無事勝ったと思いますね。はい。それぐらいですかね。ディフェンスはあまり特筆すべきことないですね。攻め込まれることも、まあ、得点許してないんでね、はい、そこまでなかったんで。まあ、攻撃面では前半と後半で大きく流れがね、変わったっていうのがかなり印象的な、内容でしたね。はい。これを参考に、また次回ね、シャッフルモード、フォーメーションの噛み合いですね。で、これね、今回前半後半で、フォーメーション変えなかったですけどね、流れ変わってくるときに選手入れ替えたりとか、フォーメーションね、入れ替えたりとかして、どういうふうに効果変わってくるのかっていうね、大きな課題ですね。そういう、采配の面でのね、経験値、積めば、よりね、効果的なフォーメーションが、分かってくると思います。ね、はい。それぐらいですかね。まあ、あとはやっぱりサラね、破った時にメッシね、カットインシュートありますけど、サラカットインシュート、いまいちなんで、サイド破った時の課題ですね。で、中にジラスと香川真司で、まあ、ヘディングね、どこまで、そこまでは強豪な、ターゲットマンっていうね、感じではないですね、ジラスは。香川も完全にストライカータイプなんでね。で、サラがサイド破った時に、どう攻撃展開するかっていうね、はい、そこが一つの課題ですね。はい。なんか破ってはね、まあこれよくあるんですけど、サイド破ってもクロスが効果的な攻撃じゃないときに、サイド破ったこと自体がもうあまりね、良くないゲームプランみたいな感じになっちゃいますかね。まあ、一つあるなら、ね、サイド破って、もう最初ラインね、深く張り込んで、で、ゴールキーパーのアウトラインギリギリですね。ここまで行っても、ここからマイナスのクロスですね。はい。もうクロスね、斜めに、前に出すのと後ろに出すのだとね、大きく効果が変わってますね。はい。斜め後ろにね、マイナスのクロス上げると、もう、ヘディングね、当たれば、まあ、こっち側のベクトルの攻撃に、反発するんで、非常にね、強力なヘディングがゴールに吸い込まれるっていう感じでね。まあ、ディフェンダーの対応は難しいですね、非常に。はい。まあ、でもそこは、まあ、弾きやすいことは弾きやすいのかな。こっちのね、斜め前に出すクロスだと、ディフェンス触っちゃうとね、オウンゴールになることありますけど、マイナスのクロスならそこまではないかなっていうね。まあ、難しいところですね。だいぶ、このね、斜め前に出すか、斜め後ろ、マイナスに出すかで、クロスの性質変わってくるんでね、そこが、サラがサイド破った時の次の展開のね、一つのヒントになるかなと思いますね。はい。というわけで、今回は、サッカーオランダ代表相手に5対0でした。また次回ね、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。